これは結構ね、難しい話だけど、私が現在凝ってるのはね、栗込み軍の話なんです。まず、なんで凝ってるかという話からしますと、まずね、ディープラーニングがなぜあれほど力を発揮できるかということにね、非常に最近興味を持ち始めたわけなんですよ。で、このチャンネルでもすでにご紹介したんですが、それはね、一つは多様体仮説というやつね。これは何かっていうもう一回言えばですね、例えば画像みたいなものが、いっぱいあると。で、それの、確率分布関数 P of X というもの、これがね、非常な高次元空間の中にありますと。で、どのぐらい高次元かって言ったら、X って、まあ、画像とすれば、例えば 100×100、まあこれ粗いですけどね、100×100 の画像だったら1万、それに RGB があるから3万次元空間です。で、3万次元ってえらい、すごい高次元なわけですよ。ところね、その空間の中に画像点がですね、例えばセレブの画像みたいなものはね、比較的ね、狭いところ、薄っぺらいところに分布してるんですよね。で、そういうのを多様体というんですよ。で、多様体の次元っていうのはね、まあ、よくてね、まあ、千次元もあればいいでしょうってぐらいで、まあ、数百次元もあればいいんですよね。で、これは曲がってるんで、で、これをディープラーニングでぺちょっとまっすぐしたら、結局、もともとは3万次元もあったのに、まあまあ1000次元ぐらいになって、それを、いわゆるね、主軸、まあ、変換をやってですね、から、固有種の順番に並べると、PCA って、プリンシパルコンポーネント analysis、日本語で何て言ってるんだっ主け？成分分析ですね。主成分分析か。すればですね、主成分の順番に重要性がね、決まっていくわけですよね。で、これでまあ物事が分かるっていうのが一つの立場。で、二番目がですね、ホログラフィー仮説っていう話をね、あれは何かっていう、ホログラフィー仮説って何かっていうと、ブラックホールはまあ三次元的な物体なんだけど、その中にある情報量は、体積に比例するんじゃなくて、面積に比例するという。だと。から宇宙もですね、宇宙は三次元的な体積なんだけど、この宇宙を包むような表面を考えたときに、宇宙の中にある情報というのは、この表面に、こういうのをホログラフィー原理と呼ぶと。で、ディープラーニングというものも結局、このホログラフィー原理で説明できると。で、どういうことかって言ったら、このディープラーニングっていうのはある層があってですね、入力層。で、そこから、こういうふうに深い層に行くと。で、この表面、これが表面で、で、この中の空間がね、で、この表面をまあ D 次元とすると、ラージ D 次元としたら、こっちに深さっていうのをプラス1するわけね。だから D プラス1次元の中に情報が詰まってるわけですよ。それは実は表面を見れば分かると。ほうほうほう。いや、だからディープラーニングがなぜ効果的かっていうのは、ホログラフィー原理で説明できるという立場があると。おほほほ。で、第三の立場として、栗込み軍という話。おほほ。で、栗栗込み込み軍の軍。話はまだほとんどで中身は出てきてないですね、今までね。で、栗込み軍っていうのは何かというとですね、で、これね、いや、敬遠してたのよ。というのはね、僕らが素粒子の勉強を始めた60年代にですね、友永先生がね、まあ、ノーベル賞を取られたんだけど、あれ、繰り込み理論の話ですよね。だから、まあ、極めて難しい話だったわけよ。ところがね、これがね、後に一般化されてね、非常にね、一般的な理論に展開されるわけ。だから、例えば、物性理論に適用できると。だから前ね、量子コンピューターいらないという話をしたわけですよ。あの時のね、は、あの論文のタイトルはね、ディープラーニングは、ファンクショナルリノーマリゼーショングループではないか、機能的繰り込み群ではないかというのが論文のタイトルだったんですよ。つまり、あの時の話はですね、要するに、すごい複雑な計算が、を繰り込み群の計算として、それをディープラーニングで計算すると、非常な速さで計算できるので、で、
クォンタムコンピューター、量子コンピューター、波の速度が出るよという、そういう話だったんですよ。で、最近我々が勉強会で勉強してるのはね、ディープラーニングは、その、繰り込み群流ではないかという論文なんですけど、リノーマリゼーショングローグループフローというんだけど、つまりですね、この中身はともかくね、ディープラーニングとこの繰り込み群というのが密接な対応にあるのではないかということがだんだん分かってきたんですよ。で、繰り込み群、じゃあ繰り込み群って何かと言ったら、例えばこれはね、素子化って、ね、粗く見ると、はい、例えばね、電子の方がある時にですね、これをね、何個かまとめて一つのものと、電子でスピンがこうあった時にですね、何個かをまとめてみて、そので平均的なスピンがいくらかとか、あるいはマジョリティボート、ボート、つまり多数決でどっちにする、つまり荒っぽく見るということね。つまり一番最初、下に一番細かく見る層があって、その次にちょっとそれをね、鳴らした、荒っぽくした層。で、荒っぽくしていくと。これをが繰り込み群だ。おお、繰り込み群ってじゃあ物理の言葉なんですか？そうですよ。ああ、なんか数学だと思ってました。大数の群なのかなとか。群は数学の言葉だけど。あ、じゃあ数学の群だと思ってもいいわけですね。あのね、厳密に言えばね、半群なんですよ。はい、あははは。これは小林さんが言ってた。わかります。繰り込み半群なんですよね。うん、ああ、そうなんですね、で。じゃあ、小林さん、ちょっとだけ群の定義をおっしゃってください。群っていうのは、集合があって、要素あって、要素間に演算が、足し算でも掛け算でも何でもいいんだけど、演算が一つ定義されてます。で、ある要素とある要素と演算を施した結果も、その集合の中の、別のある要素に収まってますと。演算に関して閉じてるそういう集合がありますと。それで、その演算に対して、なんだ、結合法則っていうんだっけ、何々と何々と何々って3つ演算するのに、2回演算するのに、こっちでカッコくくって先やっても、こっちでカッコくくって先やっても同じと。だから、2倍して3倍するんだったら、ちょっと、3倍したから。ABC イコール ABC ですよね。そう、そんなやつ。で、それが1つでしょ。それから、単位元が存在する。つまり、2のものと、この相手をかけても、この相手はどれにも相手を変えないと。A かけるこいつ1に当たる、1をかけるとか、0を足すとか、そういう相手を変えない要素があると、ここまで単位元の存在と、ここまでで半群なんですね。はい、それで、それでその任意の元に対してそれと演算すると単位元になるってやつを逆元って言うんですけど、はい、逆元があるっていうのが群なんですよね。はい、どんな要素に対しても必ず逆があるのは群なんだけど、それなくていいよっていうのが半群なんですね。で、荒っぽくしていくけど元のように細かくしていくことができないって、こう一方通行みたいだと半群になっちゃうんです。例えば実数軸全部取るとちゃんと足し算に関して群になるんですけど、プラスの側しかないと確かに単位元は0を足すっていうのは単位元なんですが、例えば2の逆元したら本来マイナス2なんですね。2とマイナス2を足して0という単位元になるんだけど、そのマイナス2が元の集合の中に入ってないから逆元がないんですよね。で、こういうのも許しちゃうっていうのが半群なんで、緩いんですね、定義が。で繰り込み群はその半群なんですよ。うん、で、いや、そういう細かい話はともかくですね、その要するに、繰り込み群というのは物事を荒く見ていくという素子化ということだと。で、ディープラーニングも基本的にそうでしょうって。例えばね、猫の写真を入れて、一番上から猫っていう言葉が出てくると、これって極端な素子化じゃないですか。猫の写真っていろんな写真、猫の写真があるわけだけど、それをまとめて猫っていうのはこれも極めて素子化してるわけね。さらに言えばその上に猫も犬もあって、これを動物とかいうふうに言えばもっと素子化することになるわけだけど、だからディープラーニングっていうのはそういう素子化することだと。で、繰り込み群もそうであると。だからディープラーニングと繰り込み群は非常に密接な関係にあるんじゃないかという研究が最近いろいろなされておると。そこでですね、繰
繰り込み群が有効に働くということだから、ディープラーニングが有効に働くんだという説明になると。でこれはね、極めて僕深いと思うわけよ。というのは今3つの話をしたけどね、で僕はこれ特に京都大学の橋本浩二先生の講義を聞いてなるほどと思ったんだけど、そのホログラフィー原理っていうのがですね、その、素粒子論、まあ、場の理論というか、それとから重力理論、まあ、一般相対理論をつなぐことができると。でつなぐと量子重力が出てくると、こういうのが一つ。それから今言ったですね、繰り込み群、それからディープラーニング、それからこの前話したドジッター空間、反ドジッター空間、CFT ですね、何でしたっけ、うん、コンフォーマル ATS-CFT 対応というんだけど、うん、そのコンフォーマルフィールドセオリーと、うん、反ドジッター空間が対応するというのが、まあ、今対応、まあ、ともかくそういうものがね、みんなね一つにまとまりつつあって、でディープラーニングってものがね、今まではですね、最初、まあ、勉強した時にはこれは単に非線形関数を表示する、まあ、便利な道具であると、うん、と、まあ、これはアイシャさんがそう言ってたから、うんうん、そう思ったわけだけど、どっこいディープラーニングはむちゃくちゃディープな意味合いがあって、うん、つまり宇宙とかブラックホールとか、あるいは光子結晶とか、さらには脳まで統合できる究極理論を作れるのではないかというところにですね、昨今興味を持ってですね、勉強しておると。ですからこの辺の話はね、この前落合さんが毎日日進月歩、あるいは秒速で、だいろんなニュースがいっぱいあるから、コロ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 と勉強することも重要なんだけど、今言ったような話、繰り込み群の話とかね、あるいは、ね、ホログラフィー原理ってね、やっぱりじっくりと腰を据えて勉強せんといかん、と思って、まあ、そういう勉強をやっておるとですね、このチャンネルの勉強する時間がなくなってくるというという話です。で、まあ、というわけで毎日が忙しくてですね、楽しく過ごさせていただいております。まあ、結論の部分は前回、先週やったビデオと多分一緒ですけども、今回は特にあれですね、繰り込み群を勉強したという話。そうそうそう。そうか、ちょっとついていきたいような気がするんで、できればそういう数式の入った説明も入れていっていただけたらという。超絶難しいです。でもなんか究極的な理論っていう匂いがしますよね。ああ、そうですか。うん、いや、その代数的な話に関してはちょっとついていけそうな気がするんで、まあ、群は大学1年生とかでも知ってますけども、振り込み群は定義どうなるのかなとか、反ドジッタ空間の定義何かなとか。またそうか、反ドジッタ空間に関して式を見せてくれとおっしゃったから、それ次回。またでいいです。はい、でそんななんかどう、はい、ニューラルネットワークって、なんかそんな風な意味で定式ができんのかなと。もちろん、式は分かりますよ、ね、それぞれ の計算式はね。だけど、そういう代数構造っていうのは入ってんのかなとかいうのも、ちょっと興味ありますね。だから勉強するとあれじゃないですか。原理が分かって、いろんな宇宙の構造の、なんか幸せになれるという感じかなという気がしますね。ただね、繰り込み群の話ね、結構ね、超絶難しいよね。ああ、ちょっと分かる範囲でってぐらいでいいかな。だって、あれでしょ、安田さんも割と分かるんでしょ、その辺。いやいや、もう僕は離れてますから、ダメですけど。でも興味ありますよね。物理やってたんでしょ？いやいや、物理とは言えないです、私は。ああ、そうすか。いや、それは分かんない。だってね、自分ね、物理の専門家と自称しながらですね、その辺のはフォローできてなかったわけ、うん、でこれは友永さんの時代からずっとね下がってね、それの有用性がねずっと後になって分かってきたんですよ。でいやでもそういうのとつながってるっていうのがすごいですよね。なんか、うん、ワクワクします、ね、まさにこの話は、うん、そうワクワクするんですよ。ワクワクします。これがもしかしたら
解明されたら世の中は大きく変わるのかもしれないですね。そう、究極理論がね、うん、本当に、まあ、この辺どういう人たちが研究してるんですか、今のそういう論文を出してる人たちって。うーん、医学部の人たち、あのね、まずね、機械学習の専門家はあのそういう技術的な話はあるけど、今みたいな大きな話は医学部ですよ。医学部じゃないですか。やっぱ物理学科でやってるんじゃないですか。物理の人です。はい。やってるんですか。で、大学生レベルぐらいでやってるんじゃないですか、もしかしたら。食い込み軍団。教授に言われればね。うん。あのね、マックス・テグマークって、まあ、これアメリカの有名な、ライフ 3.0 っていうか、まあ、AI のこと。で、彼がね、ディープラーニングがなぜ、あの、これほど強力かということに関して非常に関心を持っておって、うん、で、あの、なんだ、ホログラフィー原理みたいなこととか、あるいは自然界そのもの、うん、まあ、これはちょっとテグマークは何言ってるかちょっとまた勉強せんといかんが、あの、まあ、ディープラーニングについて相当一家言がある人なんですよ。面白いです。なんかでもそれ解明したらなんかこう一発逆転がありそうな気もしますよね。だからこれ、だから工学者というか、いわゆるそのマシンラーニング機械学習の専門家は、あのむしろそういう工学的な側面でこうしたらうまくいくとか速くなるとか、そういうことを考えるわけですね。だけど、まあ、物理学者って、まあ、理学系の人はなんで働くん、うまくいくんだって、そこのところ、まあ、私が興味があるのは実はそこで、どうしたら速くなるかみたいなことは、それはね、まあ、専門家にお任せしてですね、で、なんでうまくいくんだって、そこの根本原理に一番興味を持ってるわけですよ。まあ、工学の人は速くなるかもそうですけども、性能を上げると、うんうん、性能を上げるっていうのに一番注力してると思いますね。はい、まあそんなとこですかね、はい、まだ続きはどんどんやっていきましょう。続きをぜひお願いします。